2011年撮影の花巻空港の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2011年撮影の14枚を合成作成。1976年に撮影された花巻空港の空中写真。当時の滑走路延長は1200メートル。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成1976年撮影の4枚を合成作成花巻空港は岩手県花巻市にある地方管理空港である岩手花巻空港の愛称がある面積は172万2278平方メートル花巻空港は 花巻市中心部より約4キロメートルの北上盆地内にあり、岩手県の中央からやや南西に位置する。周辺には東北新幹線新花巻駅があるほか、東北自動車道、釜石自動車道のインターチェンジもあり、県央部の一大交通拠点地域を形成している。岩手県で唯一の空港であり、岩手の空の玄関口を担っている。滑走路は例に、 20方向に2500メートルである。平行誘導路の整備は2004年に県の財政難により休止されていたが、2009年度より事業再開となった。2011年6月に平泉の世界文化遺産登録が決定し、これに合わせて工事が進められ、同年7月28日から供用を開始した。これに伴い滑走路両端にあった。 ターニングパッドは撤去されている。景気着陸に対応しており、景気着陸装置は滑走路22カテゴリー I が設置されている。空港ターミナルビルは長らく滑走路西側にあったが、2009年に滑走路東側に新棟がオープンした。内部は国内線、国際線の設備がある。ボーディングブリッジは3基を備える。 空港ターミナルビルに隣接するエプロンには、大型ジェット機用1バース、中型ジェット用1バース、小型ジェット用2バース、プロペラ機用1バースがあり、他に、小型機用のスポットも有する。なお、岩手県防災航空隊、岩手県警察航空隊の基地、その他民間会社は、旧ターミナル側一角のスポットをそのまま使っている。仙台空港から飛来する。 航空大学校の訓練機も同様に旧ターミナル側を使う。管制塔及び気象台も旧ターミナル側敷地にある建物を利用している。年間利用客数は2010年頃は減少傾向にあり、名古屋線が運休した2010年度は30万人を割ったものの FDA の就航による名古屋線の運行再開や日本航空の増便。 国際定期便の就航などで2018年度は約48万人まで回復した。飛来した消防防災ヘリコプター空港ターミナルビルは地上3階建てである。自治体及び運航会社などが出資した岩手県空港ターミナルビルが運営している。旧ターミナルビルが境愛となり混雑時や国際線のチャーター便の対応が難しくなったことから 滑走路東側に大型旅客機の乗り入れにも対応した新しいターミナルビルの建設が計画された。しかし、岩手県の財政難や利用者の減少のため、当初は2007年だった新ターミナルビル完成は2年延期された上、建物や敷地の規模も縮小された後、2009年4月9日に共用を開始した。なお、ターミナルビルは、 国道4号に面していた旧ターミナルのように、幹線道路と直結していない立地であったため、幹線道路とのアクセスを担う県道も同時に整備されている。旧ターミナルビル旧、ターミナルビル時代は、元は、ボーディングブリッジが一つしか設置されていなかったが、中型機就航に対応するため南側に、中型機専用スポットを増設した。このスポットは、 小型機にも対応でき、定期便が同一時間帯に乗り入れるような場合でも、ボーディングブリッジを使用することが可能だった。また、ビルの旅客玄関や車寄せ、駐車場などよりも低い位置にエプロンがある構造だったことから、1階に航空会社カウンター、搭乗待合室、バゲージクレーム、到着口、物販スペース、発出所といった空港の主要機能が集約され、 建物内における旅客のフロア上下移動の必要性がほとんどなかった。2階にレストランやビル会社の事務所。3階にはささやかながら航空機に関する資料展示スペースと送迎デッキがあった。現在は花巻市交流会館として再活用されており、花巻市観光協会、花巻市観光課、花巻市国際交流室の事務所。 遊覧飛行搭乗者待合室などがあるほか、かつての搭乗待合室や、バゲージクレームは、観光情報コーナーや、一般化し出し可能な交流スペース、研修室などに改装されている。なお、旧ターミナルビルが開館する以前に使用していた、空港開港当初の建物が、関西島北側にあり、東方航空や北日本航空の事務所として、活用している。 完成室の名残が屋根状に残っている。かつて就航していた定期運航路線あたり空港とのアクセスを担う県道が整備され、釜石自動車道花巻空港インターチェンジに直結しているほか、途中で国道4号花巻東バイパスとも接続している。なお、岩手県の公式サイトではアクセスルートとして国道4号花巻東バイパス、 花巻空港インター入り口立体交差点経由の南回りと案内されている。空港アクセスバス岩手県交通運行路線はバスカードも利用かこの記事は以下のカテゴリでも参照できます。岩手県空港ターミナルビルに関するカテゴリー。ありがとうございます。